日からベスト9だ。タッチ困惑。最下位球団やぞ。岡林のベスト9。最下位球団である中日から、岡林選手が外野手でベスト9に選出された。リードオフマンで、ドラゴンズの1番バッターを任される若手だ。守備面でも、華麗なプレーで魅了する。中日ファンとしてはめっちゃ嬉しい。打撃もいいし、守備も上手いからな。なんでサンタナじゃないんだっていう声多いよな。確かに打撃だけを見たらサンタナだけど、守備や足とか総合評価すると岡林の方が上じゃないの？まあ、初戦記者投票ですから。サンタナを推す野球ファンは多いよな。まあ記者から見ると林なんだろうな。侍ジャパンにも選ばれてるし、花があるんだよね。素晴らしい監督がいますから。逆にサンタナが選ばれたら中日ファンが怒りそう。どちらが選ばれてもおかしくなかったってことや。侍ジャパンの補正かかってそう。高評価お願いします。また、この記事を見て思ったことや感じたことを、どんどんコメント欄に書いてください。